ートナイトのミュージックブロックを使って演奏を作りましょう。はじめに床を置いてミュージックシーケンサーを重ねます。向きを決めたら L アパートメントギャラリーからこの模様の床を2枚とアンビエントギャラリーからトーチを1つ置き、繰り返し並べていきます。ミュージックブロックを設置したらグリッドスナップ4か8に切り替えて枠の中に置きます。演奏が長くなる場合はミュージックシーケンサーを置いて向きを変えましょう。この動画ではたくさんあるミュージックブロックの種類に番号をつけています。地面に置いた直後のプレイヤー側の列を1番とし、奥の17列目までをすべて番号で呼びます。設計図のブロックは演奏の役割ごとに色分けしています。演奏通りの再現をしたい方は補足に書いてある番号の列のブロックを使ってください。ミュージックシーケンサーのカスタマイズです。次は設計図を表示します。動画を止めながら作ってみてください。世界中の音楽をさまざまなゲームで演奏して楽しもう。リクエストは動画の説明欄のルールを読んでからお願いします。投稿は土曜日曜の日本時間20時、担当はレバサシでした。ご視聴ありがとうございます。